まあ、あの実はあの今日ね、あとでまた SNS でもお知らせしますけどあの、石破さんがね、石破茂さん、あの世論調査をやるたびにあの、次の首相にふさわしい人は誰かっていう、トップになる人はね、いつも、世論調査、必ずトップになる、まあ、名前が知られてるからだけどね、で6月19日に、いわゆるその東京都知事選挙が公人な黒人になる前日に、 え、国会議員を集めた勉強会やって、これね、何を狙ったかっていうと、総裁選挙に候補者として出るには、20人の自民党議員の推薦がいるんですね。で、なんとか20人を集めようということでトライしたんだけど、自分を入れて17人しか集まらなかった。また集められなかった。さあ大変だって話になってる。かなり焦ってんですね。結局ね、石破さんもそうなんだけど元、元幹事長だからね、あの人ね。もう自民党の中は、 岸田さんをどうしていくのか。岸田さんをどうかするには総裁選で降ろすか、あるいはもう、うんとみんなでまとまって、岸田さんを続投させるかで、どういう形で総選挙を戦うかの方向を決めるしかない。総選挙は10月以降、来年の1月までの間に必ずあります。その総選挙っていうのは、先ほど紹介したように、自民党の幹部が言ったように、現状のまま推移すれば、自公では確実に過半数割れる。 政権交代は聞かねないですねでなんとか起きないように、一番そのスタンスの近い日本維新の会を取り込む、与党に取り込もうとするんだろうけども、それでも過半数に達しない可能性があるというのは今の自民党の本部の見立てですよね。そういう中で都知事選があると、そしたらね、ま、今の状況があると、ますます力を持つのは誰でしょう。この人です、ね この人はね、僕分からない。あのね、結構ね、挫折したのね、この間。2年前。な何挫折したかって、ちょっと健康問題が出てきちゃったんだよね、廃棄集っていうねあの。私ははっきり言っちゃいます、こういうことは。で、都知事あの、都議会議員選挙での応援活動はやっぱり制限かかっちゃったのね。で、今回も公務優先っていうことでね、一週間出なかったのはね、僕は健康問題があったんじゃないかなと思うんですよ。一週間はね、 できるけど、だらだら2週間近くやるのはちょっと自信がなかったんじゃないかなと。それで29日、事実上の第一声やって、えー、1日夕方1回、全力でやる。その代わりそこには、組織動員という形で活動家を集めて、活動家が喜ぶ。活動家が、例えば、これです。これこれ。活動家がこれをやるためにですね。<laughs> うんうん、本格的 F 作戦をやるためにですね。 にあのー、これはもう言う,言うまでもないですね、創価学会ですね。創価学会の皆さんいっぱい来てらっしゃいました。本当にあの暑い中、頭下がりました。それは本当、本音です。で要するに、今回の都知事選挙、例外的にですね全国的な、全国的動員をかけて F 作戦、要するにフレンド獲得作戦、お友達獲得作戦、そうあのー、前にも解説したんですけども、 公明党とその支持母体の総科学会の選挙のやり方っていうのは、2段階ありまして、総科学会にそのものが相当数が多い。で今回だって、総科学会の方たちで、いや、もう小池さん嫌だわっつってね、あの、石丸さん支持の人も相当いたと思います。あのー、あるいは田神さんを応援してる人も知ってました。はい。そういう人もいました。あのー、もう公明党だって、いろいろ選挙の時いいこと言うんだけど、やらないじゃないかっていう声も、 あるんですよ。公明党の方も知ってるんで申し訳ないけど。それは一番でもご存知かもしれないですよね。それをどうね、納得してもらって、票を入れてもらうか。要するに、総科学会員そのものの票を抑えれば、一応ですね、交渉を800万世帯って言ってるんだから、今公明党大体い,い,いつも全国選挙だと600、数十万取るわけでしょ。だから要するに、現状でも総科学会員全員の票が取れてないわけですよ。 だから、その、まあ、票を抑えるということはまず基本なんだけど、さらにそれを広げる。学会員から、その普通の世間付き合いのお友達にまで票を広げるっていうのは F 作戦なフレンド作戦なんですね。それをやんなさいというまあ全国、沖縄の,の総合学会の人も、東京にお友達いたら絶対に小池合子さんを訴えなさいということをやってるんですね。それで、まず何よりも、その、お友達の票を獲得するには、候補の訴えを知る必要があるから、 あ今日は秋葉原でやるから行きなさい今日は北千住で第一世代から行きなさいいうことね、すごいよね、あの組織動員ね。あの、うちの金谷さんもよく分かったわけ。決まったところで拍手する。愛の手を入れる。帰るときは、整然と速やかに帰る。でもね、そんなふうにあの健康状態が良くないんだったら、もう総理はダメですかやらない。と見てる、僕は。本当のこと言うと。もうだって、 これ今度、3期目になるでしょ、3期目、途中で投げてってことはあるかもしれないけども、可能性は低くなったかな、2期目よりもね、むしろ去年あたり投げてやる可能性あったんだよね、うん、ゆり子<も>さんの野望だったじゃないですか、うん、去年あたりはね、で2017年のときに希望の党を作ったときあれ総理大臣になりたかったんで、うん、それでやったんですよ。だから、あのできるんだったら都知事の座なんて投げ、投げ打ってでも、女性最勝っていうのは願ってたんですよ。うん でまたそれにね、その気持ちよく知ったのは小沢一郎とか小泉純一郎とか細川森弘で、この連中がね、党を超えてね、結構画策してたわけ、希望の党を作ったときはね、小泉純一郎とか細川森弘とか思えてないんだよね。元彼元彼、元彼。元彼平野さんに言われた <laughs> あれだってあれだよ、2人できてたんだよって,って言ったからな、<laughs> じいさん大丈夫かって。うん 小沢一郎さんだって今回はね、立憲民主党でいい子になってさ、半自民なんて言ってるけどね、そういうふうな政局遊びが好きだからだめなんだ、ね、よ、うんうん。結局、そういうのを逆に操って、のし上がるのが小池合子なのね、うんうん。ただ、のし上がりきれなかった背景にはやっぱり健康問題ある、うんうん。だからもう無理じゃないうん、もう尽きたみたいな。うん、っていうか、もうそうしたら都知事で一丁替えでいいじゃない。大権力者だよ、都知事って。 石原慎太郎さんも都知事で終わればよかったんなと思うんだけど、ね、初の女性知事ですしねうんまあそうですね<の>東京ではね初の防衛大臣で、ねうん、初初々だけど初の防衛大臣やった時はさあの守、ー、屋さんっていうさ僕も知ってるあの事務次官と大喧嘩やってさ守屋さんが大失脚しちゃったんだよね逮捕されてね、うん、いうことあったけどあのー、まあそういう点ではね、あのー、小池さんじゃあどういうところで力持つか都知事として 首都の選挙について大きな力を持つわけですよ。で、萩生田光一という子分ができたわけですよ。萩生田光一。もう小池百合子が目が黒いうちは総理大臣の総裁選なんか出れないよ。<laughs> あら、あんた出るのって予想して。あなた、は私がいなきゃ当選しないのよって、こう怒られるよ、絶対。<laughs> だってね、萩生田光一さんはね、あのー、例のほら、統一教会の問題で、いろいろ問題を起こしちゃって、八王子が選挙区なのに、 創価学会の人が一番嫌いことやっちゃったわけよ。まあ、嫌うことは木原誠一氏もやったけどね。うん、木原誠一氏よりはお下スでないけど、でも結構致命的なのは、統一教会嫌いなのよ、創価学会の人。うんうん、だから、それなのにね、自分の配下の都議を集会に生かして自分が連れていくとかね、いろいろやったから、ばれちゃってさ、うんそ。創価学会の人たち、潔癖ですよねすごい潔癖、うん、だからね。 あのね、約束守るから信用できるって、こんなこと言ったら、お前は創価学会かと俺言われちゃうかもしれないけど、総合学会のお友達いっぱいいっぱますんで、はい、私もそういう意味で、信用でできるんですよね、うん、いや私は創価学会のお友達結構いますからね、親戚、親戚もいるけど。でも怖いよ、うん。いや、真面目すぎて、<laughs> うん、でも誠実だよ、誠実、公明党本部にいる人も知ってるしあの、悩みながら一生懸命やってるみんなね。 そういうことは認めてます、私は。でもね、萩生田さんはね、あのー、創価調子よく統一教会と創価学会の応援を受けてたのに、創価学会が怒っちゃって、そしたら何を当てにしたかったらこの間、ほら、安住が教えてくれたじゃん、安住和子さんがさ、あっ、こさんがさ、八王子の選挙をね、市長選挙はね、だからね、小池百合子さんに応援に来てもらって、あれで恩恵してられてんだてそういうことなんですよ。だから あの東京におけるキングメーカーにな,なりますね。小池百合子は。すごいね。すごい実力者になってくるよ。総理大臣と対等にやりますよ、間違いなく。うん、それくらいの実力を持つ。だ結構大変。首都の政治家は、これから、うん。そういうものになるのは間違いないなと見てますね。はい、小池百合子がさ、 あのー、後半戦で出てきてガガガガガガッとさブルドーザーみたいにさ邪魔者をロケで快進撃しちゃった感じするからね、うん、で、梅原払い役が石丸さんだったってこれ,これそういうと怒るかもしれないけど、あのー、小池さんに対抗すべき票をガーッと集めたね逆にこの人はぐっと伸びたらさあのいい勝負だったと思うよあ面白いのがありますよ、うん、年代別な投票先だってこれは,は,はあこれ面白いね。うん あ、でも、やっぱり、石丸氏2位の衝撃って書いてて、NHK。日テレか。日テレが書いてる。蓮舫氏2位にもなれず。で、無党派層が拮抗してるんだね。無党派層は圧倒的に石丸氏。で、その次は小池氏だけど、蓮舫氏はほとんど入ってないね。蓮舫、うん、氏はあんまり入ってない。で、10代、20代は半数近くが石丸氏だね。<ー>有権者。30代で3分の1強。 10代20代蓮舫に行くのかと思ってたらあ,あ行かなかったねあと面白いのはねあの投票先って面白いよあの 1>,、うん、1位景気,景気対策はやっぱみんな期待したんだけど、うん、景気雇用対策だと小池氏と石丸氏が拮抗して蓮舫氏にあんまり期待がいってない投票してない、うん、で少子化対策子育ては 1>,、うん、1位やっぱ小池氏が圧倒的。うん 石丸氏相当引き離してるやっぱりこれ、具体策言わなかったのは、選挙民にはアピールしなかったんですよ、考え方としては正しくてもね、蓮舫、うん、氏も話にならない、これ、蓮舫氏は初め政策持ってなかったから、うん、出遅れたんだよ、昨日の政策聞くと、少子化対策結構しっかりしてるんだから、ね、あれを本当にできるならよ、あんまり小池氏と変わんないんだけどね。うん 小池氏のね政策ってサポートします、サポートしますの連発で具体的にありなかったよね。あ,あ,あるよ。<あ>お金を配るとかそういうのは。<laughs> だ配り方の問題でさ、こっちの方が効果あるっていうのね、蓮舫 <laughs>、うん、氏が切り返したんだけど、持ち出すのは遅かったよね。初日からやってないと、これ。あとね、これが特徴的なのね、いわゆるパー券問題ね、パーティー系問題も含めた政治と金問題。これは圧倒的に石丸心ってい だから、今の既存政治に対する怒りをかなり吸収したっていう意味だよね、石丸さんがね。で、その時蓮舫氏、まあ当たり前だよね。既存政治の象徴でもある小池氏はほとんどいかない。で、あと、次、これはずっと下に下がってなんですよ、これ。なんか投票で重視した問題っていうのはね、1、2、3、今まで言ったらね、7位に来る明治神宮外の開発、こんなの、なんで7位なの入言えるのかなと思うけど、これは蓮舫氏が圧倒的、当たり前だよね、これ。蓮舫氏が公約したことなんだからね。 いうことですね、えー、結構いろんな分析出始めてます。これ皆さん見ると面白いですよ。本当に。年代別にやっぱりね、あのー、石丸晋二氏が精神差っていうことで、ね、期待を持たされたということだろうね。じゃあ、玉上さんは高齢者。 うんまあ、でも、昨日なんか見るとさ、<laughs> 若い人多かった。ね、最初、行った時なんかおじいちゃまばっかりだったけど、うん、昨日行ったら若い人たくさんいたよね。うん、うん、かなりいたと思うね。いや、だからね、結構新しい傾向です、ね、星系の若いい人っているんだね <laughs> あまり見たことないけどただね、坂東、うん、さんとも話したら彼は保守って言うんだけどさ、保守、うん、とかそういうか、あのね、カテゴリー作んない方がいいよ。 エセ保守が多いじゃない。だから保守保守でデビュー入れちゃうんだろうん、そう。保守じゃないからあれ。ちゅうしそうだから。これ本人も認めてんだから。うん、うん。なんでこんなに騙されちゃうのかね。う,うちも愛子天皇って言ったら、共産党って言われるのと一緒。うん。だから保守とかいう概念でくくれないことがあるんだも、うん、もうくくれ。もう<に>、無理ですよね。無理だよ。うん、うん。だからね。 もうちょっと考え方変えないとダメね、国益とかね、主権とかそういうこと考えないとね、田村上さんだから、独立って言ってるけど、その東京防衛って言ったけど、東京が自衛隊持つわけじゃないんだからさ、<laughs> うん、むしろだから横田口問題に真剣に取り組むとかね、石原慎太郎さんみたいにね、あと、そうだね、まあ、東京空襲の問題、<で>歴史あていうのは リンクしてるんだけど、うん、もう一つやっぱり、具体性には欠けたよね、逆に僕が持ち込んだでしょ、シェルターの話なんか、うん、で勘違いしてる人がいて、東京は地下街ができてからシェルターできてって、できてねえから、あれ、シェルターにする予定、途中まで作って終わってるんですよ、シェルターにするにはね、余圧装置とかね、要するに空気がね、毒ガスが外から入らないような、いろんな仕組みとか作る、これで実は地下街できるようになってるのにね。 そういう予算を組んでやんないで何十年も放置してるんですよ。もったいない。うん、池袋は典型なんだよね。モデルプランで作ったのにさ、いやいや完成してないんだよ。うちなんかミサイルとか飛んできたらどうしたらいいのうん、一番いいのはトイレの中に <laughs> 家の中にいるのが一番いいあのこういう建物は壊れないからうん、うん。でね、イスラエルなんかがね、うん、核シェルターって言ってるのは実はね、空調。クーラーラに、うん あのいわゆる放射能をです、ね、取る囚人装置をつけるだけなんだよ。これで窓を閉め切ってるだけなの。基本的にで強化ガラスを使ってるからあのよっぽど近くに着弾しない限りは割れないんですよ。だからこの中を機密にしてシェルター化するっていうのが各シェルターの映画、うん、れれいいなそうそうそう、うん、マンションってシェルターになるのよ、うんうん、きちんと作ればそういうものがイスラエルでは普及してるんですよソウルもそう。うんで 北京の中は地いいっぱい持っぱ持てる、うん、僕も見に行ったことあるけど、そういうような、ね、ことを、ね、全くやってない日本は。全くこれ、行政の怠慢なの、想像力がないんだと思う。うん、要するにね、あのー、防衛予算を増やすっていうことにつながることはやりたくないということと、それから戦争に備えるっていうことに対してはね、いつ起きるか分からない戦争に備えるって、ね、予算の無駄だっていう考え方がね、行政の中にある。 全然他の国の行政と違う。それやっぱり転換しないと、東京から転換しないと日本全体でシェルターができるというふうにならないし、実はシェルターは日本型シェルターって言って、僕なんかあの自衛隊の人たちと色々考えたことがあったんだけど、勉強会でね、あの災害対応型シェルターっての作る必要があると。例えば千葉県なんか津波来るでしょ海岸部にあの大きなね、あの高さが大きいね、50メートルぐらいの あのシェルター作って、波が来てもこれ潜っちゃっても大丈夫なようにして、中に入ればね、上にヘリパッド作ってね、えーまあ、地震の時もそういう津波にも耐えられる、核戦争でも耐えられるってものを作るわけだ、それをね例えばあの九十九里浜にね、中心にこうぐるっとね、千葉県を取り巻くように、何箇所も作って、普段はそのヘリパッド使ってね、ヘリの定期便出して観光用に使おうと、成田空港を起点にして。 成田空港来てるの空の山手線構想って考えてたあん前、配信したじゃない。あ,あ,いうあ,れ,あれ結構さ、あれまたやったらあれ,あれやったらいいんだよね。うんうん、いや、あれやっていいですかっていうね、参政党の人たちが言ってるから、やっていいよってう、うんうん、あれやろうよってね、あの実はあのプランってあの陸上自衛隊の飛行学校長だった人からも支持されてる構想なんだよね。ああの視聴者の方、何言ってるかわからないと思うから、お話ししてあるの。うん 昔、サイロ型要塞っていうのをよく作ったんですけど、要するにすあの災害がある時とか戦争の時にね、防空壕として逃げ込むね、でっかいね、コンクリートのね、あのー、要するに避難シェルターをね、海岸部に作ろうと。そうすれば海岸部、九十九里なんてのは高台に逃げられない代わりにその中に逃げることができるわけですよね。で、津波をやり過ごす。実はね、冬型シェルターっていっぱいあるんですよ、九十九里に。何かあったらね。 本当にカプセルになってて、この中に入ったら、津波にむみくちゃにされてもね、とりあえず中に入ってて水密なんで、中にあの食緊急食料とか飲料があるんで大丈夫になってるんだけども、それのね、地上固定型を作って、その上にね、あの大型ヘリパッドを作ってね、ヘリコプターを普段からね、ドクターヘリの運用にも、あるいは観光輸送用のね、定期便のヘリコプター便を、ね、飛ばすのにも利用して、災害時はも完全に救援活動を拠点にしていくと。 避難所とそういういものを、ね、作ったらどうかと他になんか千葉県で津波対策とか震災対策ができることはなさそうなんでねそういう構想をやるべきだっていうことを提唱したことなんですよ。でそれを成田空港が千葉にあるからそこを起点に例えば100キロおきにね1箇所ずつあるいはもっと何十キロおきでもいいんだよそういうものを作って災害拠点を作って防災対策をすると。 で防災対策で、えー、あるいは核戦争の時の対策だけでそれを作ると大変だから普段も使えるようにするということで、えー、空の山本線構想っていうんで駅の管理もするということを考えたんですね、まあ、これはなかなか有効な手立てだと思うけどね、うんまあ、こういうなんかダイナミックなねことをね、あのー、やった方がいいのね、うん、例えば、あのーあのー ちょっと前のほら、静岡の県知事選で、あの、例の、リニア中央新幹線の話あったじゃね。で、川勝知事が、まあ、辞職して、まあ、結局、川勝知事の後継者になったけど、リニアは推進するって立場になったじゃい、ね、まあ、それは良かったんだけど、リニアって別に静岡だけの問題だけじゃなくて、なんで静岡、あ,あ,あの、大阪からね、品川までしか来ないのと。東京に行かせる必要ないけど、池袋になんで来ないのなんで誰も言わないんだと。 できるんですよ。うん、あれな、なんでね、リンアイコール静岡見たくなっちゃったの、イメージが。あの,あの、静岡で反対したから。で、ほんのい少しかかすめてないんだよ。で、他のあの自治体の首長は頭してんだよみんな。長野とか山梨。あ静岡イコールリンアみたいな、うん。でも東京のねあの、品川に来るんだったら、それ伸ばして、池袋伸ばして、さらにね、埼玉方面伸ばしたっていいじゃない。そうしたらさ、 埼玉から北の人がさ、大阪行くのに、もうそくべになり。そしたら北海道まで。いや、北海道までできるもできる。あっという間じゃん。あっという間や。ちょっと実家帰りに行こうかなとか。うん。まあ今、飛行機でも早いけどね、さっきの人でもね、えー、そういう点ではね、なんか今、政治家がダイ,ナミズムダイナミズムがないっていうかね、それぐらいのことを言ってほしいよね。うん、連,連邦陣営ね、うん、3位の衝撃だって。 おうおう3位の衝撃おうおう、どれどれ、これはあれだな、日テレだね、ああ、本当に沈んでるね、これ、本当に沈んでるね、ただただ、記者たちがコンピューター開いてさ、記事を書いてるのばっかり、ね、目立ってて、誰も手も上げない、沸いてない、これ、面白い、蓮舫氏の陣営に集まった支援者や立憲の議員を100人ほど。 20時に各社で小池百合子氏の当選確実、石丸真二氏にも負けるサインとなる見通しと伝えられると、会場では支援者からえーというため気持ちの驚きの声が、非常に重い空気の中、蓮舫氏の敗戦の弁を待ってます。敗戦の弁やるんだよ。いやー、これだからね、ある意味だから石丸氏は衝撃を、ね、衝撃をもたらしたのは間違いない。でも、石丸陣営がっかりしたっていう。 どううだろうあのね、本部の話は聞いてないよ、支持者の人ががっかりしてるんであってさ、だから、つい1週間前、こういう状況だったわけでしょ、東京新聞だけどね、これ、東京新聞はもうサンプル数が少ないから、どうかと思うんだけど、まあまあ、この傾向だったのは、これ逆転したんだからね、これ,はうん、これが逆転ってなかなかないよ、短期間で1週間で、1週間で逆転したんですよ、これ、最も一番最初の頃か。 これ、最も一番最初の頃のデータですよ。23日ですよ、日経の女性調査。小池合子36、蓮舫26、石丸真二16、玉上敏夫5%。玉上さんほぼ横ばいなんだよね。石丸さんはこれから10%以上上積みした。で、この頃だから僕、あれなんですよ、石丸さん伸びしろあるよ、うん蓮舫さんはちょっと限界きてるねっていうことを言ったんですよね。で、小池さんはどう逃げ切るか。 これ,がこ,れこれがもし下がったら落選の可能性があったんだよね、小池さんも。小池さん、落選の可能性なんてあったのいや、事の情勢によってはあったと思うよ、これ。うんうん、それで現状の一番新しいのはこれでしょ現状の一番新しいのはこれですからね。各社とも一致してるということなんですよ。それでね、もう一つね言っておくとね。 例えばひまそらさんがあのうちインタビューしますよって言ったときにちょっとなんか時間とかいろんな都合が合わなくてさ、うん、あのいろいろできなかったじゃない、あの向こうの都合にも合わなくてさ、うんで、ただ文書でちゃんと答えくれたじゃないですか、うん、でその中で、えー、マスコミなんかの,その情勢予測なんか信じないって言ったでしょ、うん、で自分は4位,4位以上につけてると思ってる。 まあ主観的だよね、すごくね。これはやっぱり、し仕方ない面あるんだけど、選挙ってそんなね、甘いもんじゃないんですよ。選挙のために、選挙っていう特別なあの活動なんですよね、選挙っていうのは、特別の人間的な営みの中でも、政治の中でも特別な営みで、その中でやっぱり特別な作用が働くわけで、その作用がうまく自分の方に有利になるような働きをするように、手立てを打たないと、選挙で当選しないんです。過去ね 例えばいろいろ政治を変えたいとか、日本の独立を守りたいとかね、国を守りたいとか言って、政党を作ったけども、一貫して選挙に一度も勝てないってとってあるんだよね。これ今からなるとね、政治の旗を上げたら、金集めのためにやってるんじゃないかと思うようなところもある。チャンネル桜そこもはっきり言っちゃう <laughs>、うん、全く勝てないでしょ、うん、バカの一つ上えではっきり言うでも長くやってるよね、うん、尖閣に。で、まあ、うん、まあね、あれも金集めだと思うけど、俺は。うん 俺も金払ったし10万円ほどカンパしたし。カンパした人がなんか急になんか俺のこと非難始めたんであんた金もらだったら金返せってったら黙っちゃった、ね。なそれは別にしてね、あのー、選挙っていうのは勝つためのいろんな手立てを打たなきゃダメで打ってんですよ石丸さんはだからこういう点はねだからこうやって行くんであっていつまでたっても行かないわけですよ。 で日本もしても最初そうだったよ、はっきり言うけど。あの勢いはいいんだけど、選挙には選挙のなんていうか法則があって、で党を作るときにタイミングもあって、だから参政党は参議院議員選挙、ね、参議院議員選挙だったら、全国区で一人立てて当選させることができたわけでしょ。で、一人国会議員に当選すれば政党になるんだから。国会議員になきゃ政党じゃないんだから。議員ってなんぼなんですね。の方が そうなんだよ <laughs> N 国党はだってそれを示したわけじゃない。<laughs> <ん>だからそれを生かせなかったんだよね。うん、あの立花て人はトンチンカンでさ、今回の選挙もめちゃくちゃなことやって、またあれだよ、活動の自由を狭めたよ。掲示板あんなさ、商業利用しちゃってさ。でも国会議員いるからね。いるからね偉そうにでき時、うん。これなんか、その他大勢の人たちの得票で出てきましたよ。 東京都知事選挙2024開票結果、はいえー、こうやって積み上げていくんだよね、NHK ってね。ああの石丸慎二さんの挨拶が午後8時過ぎに出て、えー、事,事務所でやったみたいだね。 今回、この選挙に際し、私のチームは本当に全力を尽くせたと思う。後援会長をはじめ、選挙対策チーム、ボランティアスタッフ、数えきれないほどの皆さんの力を頂戴することができた。その点において胸を張ってできることは全部やったと言い切れる。本当にありがとうございました。結果においては、都,都民の総意が現れた。それだけです。私から何も申し上げることはありません。 今後の政治活動についてまだ決めてないと述べました。その上で記者から国政選挙への考えについて聞かれると選択肢としては当然考えます。例えば広島1区だ急に言ってる、えー。岸田首相の選挙区ですと述べました。また記者から当選に及ばなかった要因について聞かれたのに対して、えー、NHK をはじめマスメディアが当初全く扱わなかったと述べましたと。えー、これは負け惜しみだからやめた方がいいんだけどね。うん、これはだって突破しててあのマスメディアが 扱うようになってんだから、うん、まこれ逆に言うと、マスメディアが全部支配してるんだとでも言いたいようなことになっちゃうから、こういう言い方はやめたほうがいいと思うんだよね、あのー、立派にちゃんと突破してるから、こういう状況は。うん、で、あとちょっと、うん、そんなことよりも注目するのは、選択肢としては当然国政選挙を次考える、総選挙出るって言ってるんだよ、これ。で、広島1区でチャレンジするのかもしれない。うんうん 日本保守党はどうするんでしょうね。まあ、日本保守党は知,知らんです。あの、それはあの、あの人たちが考えることなんで。あの、考えてるんじゃないんですか。で、蓮舫、蓮舫さんの言葉。蓮舫さん。 多くの方に本当に温かい言葉と応援をいただき、私も思いを心から訴えることができた戦いだった。敗因について、私の力不足に尽きると思う。これ必ず政治が言うんだよね。ベテラン政治家必ず言うんだよ。私の力不足。子供の支援だったり、若者の支援だったり、それが結果としてシニアの支援につながる循環型の東京を作りたいという思いは、私の中で全力で訴えたつもりでしたので、しかし最初は訴えてませんでした。えー、結果として届かなかったのは私の力不足で申し訳ないというか、出遅れでした。 立候補の前からちょっと舐めてたんだと思う。こういう政策を作らなかったの。うん、それから今後の政治活動について、自分の中でピリルを打てて,打て,ている気持ちではない。もう少し考えたい。まあ絶対これ、衆議院か参議院出ますよ。で、まあ、衆議院選挙出るんですかって聞かれたら、今日は私の思いが届か,なかった届かなかった結果が出た日なので、それに対して私に何が足りないのかは少し考える時間をください。で、多分ね、彼女が一番気になっているのはね、 昨日やった自由が丘含まれるね、目黒区を含む小選挙区の票の出方ですよ、都事選の。その票以下によっては、あの、かなり今参議院議員だから、衆議院に蔵替えを多分狙ってると思うので、おそらく目黒の選挙区から出るんじゃないかな。で、当選するんじゃないかと思うよ。うん。そういうふうに思いますね。お、ひまそらあかねさんはなんとですね、えっ、ー、と、全体でも7位につけてます。 なんとでも頑張ってですね、その上に6位に、内、え、海、ー、聡平さんが、あっ、じゃない、ね、内海聡さん、内海聡か、ごめんなさい、内海聡さんが出てます。ひまそらさんの上に内海聡さん、ひまそらさんの下に桜井誠さん、これ意外だったね。うん、ちょっと意外。で、桜、えー、井誠さんの下に清水邦明さん、その下にドクター仲松ですよ。うん、こういう順番。ドクター仲松の配信結局しなかった。はい、もう1%しかないね。 いや詐欺師だっては、あのー、発信をしようとしたんだよね。でも意味ねえからこれ。余裕なんか全然時間がなくて。まあノートにでも載っけたら、うん、あれは記憶留とどめてた方がいいよ。全、ねうん、人で終わっちゃいけない人だわ悪いけど、うん、ほとんど詐欺師じゃないか。そ<う>うん、はっきり言うよ詐欺師だよ、ね。高齢だからってね。うん、容赦しないよ、ねうんうん、詐欺は、うん。だからこういう中でね石丸慎二氏2位ってすごいし。 玉神さんはちょっと狙ってた、10%欲しかったんだよね。10%以外な5%もいってないから。うん、でその次は、安野孝弘さんね。安野孝弘さんはおそらくこれ 2. 数、2トいってます。内海さんは2%いかないぐらいかな。ひまそらさんと同じぐらい。た多分1.5%ぐらいじゃないかな。といか、あんなに有名な桜井さんが意外ですね。うん まあね、ちょっといろいろあったからね、うん、本当いうとね。でも現場では人気でしたよね。うん、現場では人気ですだって演説はもう、ピカイチにうまいけどね、まあ、内容、私は賛成できないとか多いけど、まあ、これね、NHK のね、首都圏ナビっていうのを皆さんね、探してみると、都知事選に関するあらゆるそ情報がですね、持、あのー、ってます。よ この度、都民の皆さんの力強いご支持をいただき、3期目の都政の舵取りをお任せいただいた。熱い思いを届けていただいたことで、ますます責任を重あ、重責を痛感するところだ。2期8年にわたり様々な政策を達成してきた。改めて都民の皆さんから、もっと改革を進め、もっと生活を支えてくれという思いをいただいた。何度も選挙を経験したが、これまでになかったような選挙戦これ、これ大事な点だよ、小池さんの中でこの。この感想が一番大事だと思う。 知事という席を巡り、私を含め56人が立候補という状況で、ポスターの掲示、さらには脅迫を受けたり、街頭ではヤジの大合唱があったり、結構アンチ切ったね。ヤジの切り抜きも作ろうと思って、これまで経験したことのないような選挙戦だった。想定をしなかった事態に対し、どう法的な課題,を課題の整理ができるか、そういった点も今回の選挙を通じて感じた。今、日本やこの東京にはさまざまな課題がある。 物価高、円安も伴って厳しい状況だ。全体として少子化対策、産業も大きく変わる中、DX をどう進めていくのか、世界と比べても女性活躍の環境は十分ではない。ますます東京大改革バージョンアップをしていかなければならない、えー。都民の命と暮らしを守るさまざまな災害から都民を守る人防衛、1分1秒も許される時間はなく、だったらやるべきことはあるんじゃないの どうやって1400万人の都民の命と暮らしを守っていくか、皆さんからの力を得てスピードアップ、バージョンアップしていく。3度目をお預かりするにあたり、全身伝令で対応していきたい。ということだよね。はい。で、あと、今後の見どころ、もう一つ言うと、もう一つ言うと、これですよ。これ何かというと、これ。これが言いたい。2025年、えー、首都大決戦。 公明党総科学会ね。来年は正念場なんですよ。あのー、総選挙もかなり大事だけど、都議会議員選挙はすごく大事なんです、公明党は。で、しかもそれが参議院と同時選挙なんですね。だから、今年の都知事選挙は、小池知事を勝たして、これにしがみついて実績も大いに上げて、都議選を勝ち抜いていかなきゃならない。これが、あのー、公明党と総科学会の目標です。そのために全力を挙げて、 小池百合子をグーッと支えたあ,ーある意味前だとね都民ファーストっていうのは全面で言ったんだけど今回都民ファーストの議員あんまりいなかった目指すのは創価学会の人たちは熱心に、あのー、演説に詰めかけて一生懸命その内容を聞き取ってそれで F 作戦に生かすっていうことをやってたんだけどまあ来年の首都決戦の一つのあれだよねリハーサルにもなってるんだよね今回の都知事選挙はね。 そういうことで、えー、それもまた、これから1年間の中で、公明党創価学会、いわば存立をかけた戦いになると思うね。なぜかというと、池田大作 SGI、えー、名誉会長かな。名誉会長って言っていいのかな。ちょっと本当にこれ失礼で知りませんけどね。えー、亡くなられて、やっぱり創価学会今後どういうふうになっていくかということが問われてる。で、えー、池田大作さんの おまあ、政治に対する思いを具現していくのが公明党、公明政治連盟から始まって公明党の創立だったわけで、えー、その公明党はね、はっきり言うと、今、頭打ちなのよ。じりじりとね、あのー、支持が伸びなくなって、票も平一算の本当のこと言うと。でえー 敗北させたくないから、減りそうなところはね、あらかじめもう立候補を取りやめて、絞って、例えば10人いたら国に絞って当選させるってことも繰り返してるけど、これ以上やっていけば、もうなんていうか、そもそもの、その、池田氏が始めた政治目標っていうのは、もう達成できない方向になっちゃうわけで、えー、このですね、じりじりと交代していく状況を食い止め、新しいね、えー、ビビたるもんでも、おこう谷を打って、 成長方向に向かせるかどうかの鍵もこの2025年にかかっているということで、相当力入れるのは間違いないですで。その時にどういうふうにね、自民党との関係を見ていくのか。あるいは、自公政権で先ほど言ったように、自民党の幹部の中からは、これはもう過半数は取れない可能性があるという中で、日本維新の会。まあ日本維新の会と必ずしもね、関係悪くないんですよ、公明党は。関係悪くないんだけど、日本維新の会も交えた自公維新のね、 連立政権という方向に向かうのか、これも来年に向けての政治の動きの中で注目すべきポイントです。その中で小池百合子氏が公明党から東京の自民党というものを抑えて、どういうかりを果たすのか、都知事であって、女性最小にはならないけど、女性キングメーカーとして、自民党と公明党をかなり操っていくんじゃないか。ええっていうふうに見たら面白いんじゃない,いでもそうだよ、力関係が出ると。そういうことになる。 と思うは、ね。<music>